はい、こんばんは。あのちゃんが世界一大好き、893チャンネルです。はい、今日はですね、テレビで CDTV が放送されていたんですけど、今日はあのちゃんが登場して、新曲、なんだっけな、新曲、結婚キュンをテレビで初披露したってことで話題になってますね。で、この曲を聴いて思ったのは、いや、意外と良かったなと思いましたね。はい。まあ、というのも、あのちゃんなんですけど、あのちゃんって、まあ、正直言うと、まあ、中多様性の、なんだっけな、一発屋だと思ってるんですね。はい。まあ、だから、まあ、あのちゃんは、まあ、正直ね、その中多様性の一発屋だと思ってるんですよ。まあ、ただ、まあ、このね、今日聴いたこの、まあ、結婚キュンという曲なんですけど、まあ、非常にね、いい曲だったし、はい。まあ、本当にね、聴いてて、最高の曲だなと思いましたね。はい。いや、本当にね、まあ、あのちゃんってね、本当に可愛いし、まあ、確か誰だっけな、誰だっけな、生田リラと、まあ、確かコラボして、まあ、なんか、この前、映画の主題歌を歌ってたと思うんですけど、まあ、本当にね、可愛いし、歌も上手だし、まあ、何よりも本当にキュートだなと思いましたね。はい。で、ただね、それに対してアンチが、なんか、あのちゃん可愛くないとか、あのちゃん歌下手くそとか言ってたんですけど、そう、ジンだって。いや、本当にね、批判殺到ですよね、それ。いや、本当にね、まあ、下手ではないけど、まあ、本当にそういうこというのはね、まあ、人としてね、本当にひどいし、はい。まあ、思ってても、そういうこと言うなと思いますね。はい。そう、安藤チャンネルとかジンとか、まあ本当に、まあ、ただ本当にそういうことを、まあ、思ってても言うなと思うんですよね。まあ、ただその人間だから、そう、人間だから SNS とかだとやっぱりそういう、まあ、そういうね、意見もありますけど、確かに、はい。まあ、ただちょっとね、辛酸だなと思いましたね。はい。はい、まあ、ちょっと可愛くないとか、歌下手とかね、まあ、ちょっと、まあ、確かにね、そういう意見もあってはいいと思うんですけど、まあ、ただ、なんかそれはね、嫉妬にしか聞こえないし、まあ、本当にね、ひどいなと思いましたね。はい。まあ、ただ、そういうのもね、まあ、一応、まあ、意見やと思って、まあ、聞きます。はい。はい。まあ、そういう意見もあるということで、はい。まあ、ということで、まあ、そういう意見もあるということで、まあ、誰が書いてるのかわからないけど、まあ、俺はね、ただ、あのちゃんは可愛いと思うし、まあ、歌も上手やと思うから、まあ、本当にね、まあ、これからも頑張ってほしいし、まあ、カウントダウン TV、カウントダウン TV だけじゃないですけど、例えば他の音楽番組でもいいですけど、まあ、本当にね、まあ、頑張ってほしいなと思いましたね。はい。いや、本当にね、あのちゃんは歌が上手で、まあ、ほんまにね、可愛いなと思いましたね。はい。